海と日本プロジェクト in 福島。福島県の海の魅力、私たちにとって大切な海に関する取り組みを紹介します。2018年に相馬市に設置された福島県水産資源研究所は、震災や原発事故により被害を受けた福島県の沿岸漁業の再生に向けて調査研究を行っています。調査研究によって伊勢エビやトラフグやタチウオがですね、漁獲量がすごく増えている。ただその一方でコオナゴが不漁が続いたり、あとズワイガニがの資源量がとても減少しているといった変化が見られています。福島県沖の海水の水温は過去の平均値より約2度ほど上昇していまして、これによって魚種の変化や漁獲量の変化に影響が出ているというふうに考えています。減少した魚の数が回復するのか、また増加した魚は毎年安定するのか、調査をすることが漁業者の収入の維持につながります。研究所では水産資源の確保にも取り組んでいます。それが種苗放流です。種苗放流とは、人工的に生産した魚介類を生育に適した海域に放流して、天然の生産力だけでは足りない資源を増強する取り組みです。で、ここの施設ではヒラメとアワビの放流種苗を生産しています。あと私どもでは新たな栽培漁業の対象種となるように、ホシガレイの種苗生産の技術開発に取り組んでいます。海の資源の調査、それから栽培漁業への取り組みがあります。この2つの取り組みを通してですね、漁業復興のために貢献していきたいというふうに考えています。福島県の豊かな海を守り、未来へつなげる場所、それが福島県水産資源研究所です。